ごめん、しばらく無言だった。皆さんどうも、チッス。はい。ごめんね、しばらく無言だった。マイクのボタン入れてなかったからね。はい。皆さんどうも、おはようございます。こんにちは。こんばんは。今回もやってまいりました。ケイの大冒険です。というわけでね。今回、噂によるとですね、ストーリーが、最後、おー、邪菌してる。上で邪菌してるぞ。今回来てくれたのは、たまごっちと、ハデス、もとい、うちの、まあ、ナンバーワンのアレスさんと、ケビンが来ております。いやね、みんなが言う通り、ヒーローは遅れて登場するというらしくてね。遅れに遅れてやっと登場。なんかどこに話しかけるのか。ソーマ。で、いいのだよ。ソーマでいいんだよな。ソーマはどこだ？ソーマいた。はい。そろそろ行こう。そうか。そろそろやっちゃおう。やっちゃおうぜ。おー、ハデスかっけえな、アレス。アレスどうも、ウィス、オフィサーの、ジャキーン！決まったね。しかも、俺、今日ストーリー最後っていう噂を聞いたから、シンボルカラーの青に戻してきたんだよ。ジャキーン。多分かっこいいシーン映るだろうからね。はい、どうもどうもー、ウィス。同じ格好してんな、貴様。いい格好してんな。これケビンになって、よし、これだ。お前かい。お前じゃねえ。ごめん、ミスター、これケビン。お前じゃねえ。お前のはいるんだよ。ジャーキン。あいつ、ほんとかましてくるな、いつも。いつもなんかかましてくるよ。もっと喜んで、もっと足上げて。久々だね、アレス。よ。チラ。チじゃねえんだ。チラじゃねえや。はい。あ、これでもういけるみたいな、そんな感じになるかな。はい。ほんとなんかさ、あいつが、なんだっけ、誰か、なんか金色の、やつを食って、で、どう進化したかって話だよね。で、その進化したやつを、今から倒しに行くわけさ。そうっすよね。そうでございますよね。おいよ、ズームアップするよ。おいで。お目目がないんだ。お目目がか、あ、手加減。まさかの手加減。目を隠して手加減。ああ、やっぱりそうなんだ。じゃあ、俺とケビン、どっちがいい？ケビンがよかったら手を挙げてください。お、挙げましたね。じゃあ、俺はどうですか？よくわかんねえ。顔振らない。ケビンがね、一番ね、こういう質問がね。受け答えがいいんですよ。あれさんね、ポワポワしてんだよ、1位のくせに。皆さんね、初見の方もね、いらっしゃると思うので、改めて言わせていただきますけど、多分ムービー入るんだよね。まあ、戦ってる最中言えればいいなと思います。こちら昨夜、ポイントベータに到着。了解。こちらも間もなくポイントアルファに到着する。すっげー、本当に月が大きく見えるんですね。見とれている暇はないぞ。これですね。始まった。いや、完全パパさんじゃね、これ。今だ、先だ。人工コアの命中を確認。定着位置の固定成功しました。ノバの耐久性能が低下しています。行くぞ。よっしゃ。でも、パパさん携帯でいいんだよね、今のね。大丈夫だよね。パパさんと同じ動きだよね。一応、パパさんは多少やってきたから、同じ動きだったら、対処できます。はい。いやー、丸投げ？ん？丸投げ？ん？いや、最初から地面で始まるんじゃないの。いきなり崖っぷちなの。俺、じゃあ降りない。降りない。降りない。
お、よかったよかったよかった、地面じゃん、よいしょよいしょ、ほい、なになになになんかピンクピンク、なんかピンク、おお、てか丸投げって言うけどさ、俺の属性的にさ、俺氷だからさ効くか分かんなくね、よいしょ、ほい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 、なんだなんだ、お、やっぱりパパさんか、お前はパパさんのなんか改造版みたいな、なんだ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 、あー、それかそれかファンネルか、なんか新しいな、パパさんじゃなくなってんな、おー、下からすごくすっごい、ありがとう、サンキュー、おーおー、これは強いな、戦いづら、おー怖い、いやてかここ前戦った場所あるよね、戦ったことある場所だよね、ここね、確かあるよね、ここで、おっと、俺がフライングして、あっ、俺が仲間を攻撃した気がする、捕食した直後に、いや捕食してる直後だけ、あっちょ、本当にみんな丸投げなんだねな、せっかくヒーローのアレスさんが登場してくれた、あんちゃんあんちゃんって言っちゃって、あんちゃんあんちゃん助けて、あんちゃんたち、あんちゃん、ちょっとそこのあんちゃん、俺と一発やらないか、あ、いた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 、そんな余裕ね、そんな冗談言ってる余裕がね、状態回復誰か打って、状態回復誰か打って、誰か打って、俺に打ってぶっかけて、はぁ、荒髪を切ってないから、あー、うわなんでなんでなんでこっちのセリフおおっ、無理、あー、なるほどが言ってる場合じゃねえ、なんでみんなそこでボードでしょ、こっち見てんだ、マジでふざけんじゃねえお前ら、俺がいけるわけが助かってた、俺が死ぬまで見てるパターンだろ、どうせいつもと同じパターンだろ、分かってんだよお前らの行動パターン、ちょっとこの頃分かってきたんだよ、あー、ちくしょう、やれやいいんだろ、やれやいいんだろ、死ぬまで、うわー、死ぬ、マジで死ぬ、ガッツー、ちょっと今の食らってたら死んでた、あぶねー、ごめんなさい、何の話、こうそっちで何言って、ちょっとおっと、こっち向かう、なんでこいつ俺のばっか、俺のばっか、スタグレ使ってんの、ステルスモード、まさかの、まさかのステルスモードですか、あー、じゃあそれじゃあなんかね、なんかやたら俺にターゲット来るなって思ったら、そっかお前らステルス、あひどいよ、気づくの遅かったけど、ちくしょう、お前らマジでやってくれたな、お前くそステルスモードで隠れていたのが高台で、いったいったもうお前ら嫌いだもう回復がもうね、マジやばい、おおお、怖い、あ、アレスさん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 が、アレスさんが、アレスさん、カボファンネル、カボファンネル、カボファンネル、おいおい、当たってない、当たってない、当たってない、おいおい、オッケーオッケー、あとクワガタにした方がいいのかな、回復イルミネーション、回復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 イルミネーション、アレッサン、アレッサンどうした、アレッサン全然下がってんのかよいしょ、はいはい、ほっ、うちの1だろう、ほいほい、まあ俺もう2回くらい死んでんだけど、うん、まあ死んで当たり前だろこんな敵、よいしょ、はいはい、パターンなんて分かりやしねえもん、こんなもん、よいしょ、まあ初めてだからさ、僕初体験だからね、よいしょ、ほい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 、待ってね、ちゃんと回復のやつ用意しとかないと、回復はかた、おいおい、こいつでどうだ、あじょいあじょい、わら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 ほっ、なんそれか、放電的なものかと思ったわ、よいしょ、おいおい放電的なものっておお、これは近づけばいいんだな、おお、やっぱパパさん携帯だから多少は読めるね、読めない読めない読めない、やっぱり読めない、やっぱり読めるわどっちやねん、あ、痛い痛い、無理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 、
大丈夫、余裕のよっちゃん、キツナのゴアとパラパンツのやり方がえぇ、ー、れれそれどうで、ここいいのかよっしょ、ふぅ、ふぅまあね、パパさん携帯ですよ、あちゃ、うん、あやっぱダメだ、やっぱダメだダメだこりゃよいしょ、おいよ当たってねおーい、おい、おいあ、バーサスちょっとケビン、自分で回復しなさい。ケビン、自分でカーカカロットーなんかジャスができたぞ。今のジャスができたぞ。おいしょ。やべえ。やべえ、いや、俺よりもやべえやつがいるじゃん。俺よりもやべえやつがいるじゃん。ケビン、今やばかったじゃん。もうおー、よく食ったね、そこで。パターン分かってるからってことできる、あの溜め方も。しかも、あれ溜め速度遅いやつだよな。おいしょ。ソウルレーザー早く、いい感じに改造しないとな。はい。はい、メデューサでもいいんだよ。おい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 、一、二、三、パークリー、はい、クラウ死ぬ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 。ケビン、ケケケケケビン、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 よし。いいよ。あらよ、あらよ、あらよ、はい、ほい、ほい、よいしょー。はい、はい、ほっ、なんだほっ、なんで食らったのかな。ありがてぇ、そして前足か、パパさんと同じじゃん、パパさんと同じじゃん、全然全く、おう、やっぱり違えふふ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 ふありがてぇありがてぇ、おーって、ケビンがやばい、やっぱりダメージ数がおかしいんだな、こいつな。はい、はい、はい、大丈夫か、ケビン。アリさんがやばい、うわ正面衝突、うんー、はい、パターン読めてきた。はい、敵の動き読むの早い、俺自分で言うから、あーやっぱり読めてない、あーちょっと待って、早いよ。待って、ハです、あれハです、あれ、あーごめん、ほっ、うんてー、あー、パ、なんか分かったわ、分かったわ、おいしょ、おーセクシーパート、うわパパさんの動きだったことに君は失態を犯したようだね。俺はパパさん得意中の得意と昔から言っていた。まあまだ鼻生えた時のあれはあのちょっと不慣れなんですがね。まあ今後練習してってね、パパさんをノーダメでクリアしたいかなと思ってるくらいで、本当にパパさんが好きなんですよ。なのでね、今回の時はね、まあ確かにビビった、確かに丸だけの時はビビった、だがしかし、だがしかしパターンを読んでしまえばこちらのものだ。あっ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 、いやいや、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、調子になりました、待って、すいません、本当にすいません、待って、俺が調子するといつもこうなんだけど、本当にもうなんでかな、神の定め、これがうちょ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 こうやってさ、調子になるとすぐこうなるんだから、もうダメな子なんだから、僕僕ダメ、おお、よくケビンガードしたな、しかもジャスが、おお、よく止まったもんだ、大丈夫だ、ごめんよ、ありがとう、ありがとう、シャーン全力でいくぜ、おい、あとケビン死んでるからバース状態渡さないと、おお、ありがとう、おお、回復は、あ、ブーストファミリーだね、アルフォイマルフォイマルフォイ、アレさん、アレさん、ハデスだってハデッサンになってる、ハデッサン、ハデッサン、ハデッサン、アレッサンの方がしっくりくるんじゃん、やっぱりね、ハデッサンって誰だよ。むしろなんだよ。アレッサンだからこそ呼びやすいのにね。おっと、ケビン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 、仲間を信じすぎるな、仲間を信じすぎるな、もうないからな、もうないからな。超端っこいったな、おいしょ、よいしょ、おーおーおー、たまごっちか、あれ撃ってんの、よいしょ、まだ取っとくぞ、アリーナ、いや俺じゃない、俺じゃない、俺は大丈夫、全回復だから、ケビン、アレッサン、ありがとう、ケビン、やっぱこれ死ぬよな、無事か、無事か、無事なわけねえだろ、ぶっ倒れてんだから、ここにいろ、オッケー、おっと、ありがとう、いやいや、はい、おれ、ん、うわもうあれさ、回復打つ、打つじゃなくて、もう俺が死ぬと分かって駆け寄ってきてたからね。あいつ、いや、ほんとすげえわ。
人の動きを先読みするというか、まずどんだけだよ。さすが神だわ、あの名前。よいしょ、よいしょ。おっと危ない。おぉ、ハウリーシット、ハウリーシット。やばい、やばい、ジャスガを狙うと死ぬからちゃんとガードしよう、普通に。ありがとう、すまない。止まって、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 これあげる。じゃあ俺を取る。あれ、タマゴッチ死んだっけ。タマゴッチ上手くなった、ランク上がっちゃう。まだランク付けしないけど、99始まってないからね。よいしょ。まあランク付けっていうのはね、うちの K の大冒険に出てくる、まあこういうゲストさんたちのね、強さを私が、個人的に強制的にランキングをつけるコーナーでございます。そちらの方がですね、いや、なんかやたら人気がある。やたらなぜか人気がある。よいしょ。ほいほい、お前1位だろ、生きろ。あー、ケビン、うわっ、ちょたまごっち、すまない。せっかく今ぶっかけてくれたのに。あ、ケビンが、ケビン、ケビンが危ない。ケビン、ケビン、みんなケビン、ケビン、まさかもう回復ないんじゃないか。あるか。おい、あーっしゃ、ケビン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 は、あざす、いやいや、今だ、今だ、フラーフラーフラー、よっしゃ、ほい、どんどんいけ、どんどんいけ、どんどんいけ、よっしゃ、ほい、おっとー、うまい、おっしゃ、はい、こいつマジこけねえ、ウイルス打つ暇も余裕もねえから、あっ、あっ、やったー、薄を後ろからかよ。それは予想外だったわ。シークショーパターン読んだと思ってさ、調子乗ったらこれだ。あ、やべえ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、怖え、こいつ怖え、やったら体力あるし攻撃力高えし、なんなのこいつ。よいしょ、はいはい、もっと苦戦すんな。私は死なない。ありがとう、助かった。ほっ、バッチョイプレイヤー。日本語喋れよって。待った、アレスさんとケビンがあれ50ないだろ。ほい、助け合いだね、さんだね。ほい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 さ、はいはいはい、よいしょ、いてえっしょ。ケビンが、ケビンが、ケビンが、ケビン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 、お前、お前、自分を先にしな。仲間を信じすぎな。てか、俺も死ねないのか、俺もあんま死ねないのか。やべえ。ありがてえ。ケビン、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 ケビン。あれ、ケビン当たってるよね。当たってないの。よいしょ。おい、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 よいしょ。おねー、それなに、それなに、それなに、なになに、なんかでかくなってる、なんかでかくなってる、やたらでかくなってない、なんかめっちゃでかくなってる、うわお、これなんすか、なんすかそれ、え、パパさんじゃなくなってねっすか、それパパさんじゃないっすよね、なんかラーバラ混じってるよね、ラーバ、うん、ラ、焦りすぎると日本語じゃ、あーさあ、ポッパイ、マジでさ、まあまあまあ、うわ。ちょっと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 、わーほー、マジ怖い、マジ怖い、あ、ほつらに、あ、ほつらとか行っちゃあかん、あかん。やべえ、回復がねえぞ。おおほー、ジャスガじゃねえ、おっしゃ、ナイス、おっしゃー、やっとだ、あぶねー、回復ちょうどつきたからな、焦った。それで皆さん、ご一緒にいただきます。はい、おいしいです、クール最高です。おい、まだ取っとくぞ、アレスさん、いい格好をさせてくれ。おー、
おう、おう、ケビンいいよ。もちろんアレスさんが後ろにいればいい背景になる。いいよケビン映してやる。オッケー、いいよケビン、そこで、あ、もらうわ。いいよ、取ろうぜ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 、取らねえんかい。おーケビン本当よくわかんねえ。いやー倒した倒した、うお俺めっちゃ死んだな。ってかたまごっち強えな、おいたまごっち強すぎちゃうか。すげえな、あの状況の中で無視ってな、素晴らしいわ。99が楽しみだね今回ね。死に、いや死にまくったの俺かな。死にまくったのは俺かな。うん、ごめんね、初めてなんだここ。マジで辛かった、怖かった。俺だけノーペロ。なんかやだ。俺床ペロペロしまくったから。往生際の悪いやつだ。お前がいつこっちに帰ってきてもいいように、これからも穴蔵を守ってずっとお前のこと待ってるからな。こうしてまた命の恩人に会えて嬉しかったぜ。お前に繋いでもらったこの命大切にするからな。シオ、あなたには本当に助けられてばっかりね。お礼に新しいお洋服をいっぱい用意しておくからね。今度は一緒にいろんなところに遊びに行きましょう。シオちゃん、私シオちゃんが救ってくれた世界中の人たちを守れるようにいっぱい勉強してどこまでも足を運びます。
ててね。どんな辛いことがあっても絶対にくじけないから。うるせえな、バイク。ソーマ、あなたの番ですよ。いい子にしていろよ。ありがとな、シロ。またな。いやここを映すとなんかこの頃著作権うるさいから飛ばしちゃっていいですか。飛ばせないのこれ。飛ばせないの。あ、飛ばせないの。あ、いや、もう著作権かも。今回主人公やたら喋りましたね。いやー、多分ね、この曲をね、流しちゃいけないんだろうけど、いつもね、このエンディング流れてる時ってね、著作権の方々がね、私に文句を言ってくるんですよ。流すんじゃねえ、このクソバカ野郎、チャラ男が調子乗ってんじゃねえぞっていう風に、コメントが来るんですよね。コメントというか、まあ、そういうなんかダイレクトメッセージ的なものが来まして。いや、まあ、とりあえずですね、まあ、一応まあ、うん、飛ばせないから、このまま撮ります。はい。仕方がない。うん、カットするのめんどくさいんだもん。はい。よいしょ。まあね、そんなこんなでね。これでストーリーがおしまいです。はい。いやシオが最後に出てくるのは反則太郎。ありがとなって、ちゃんとね、シオってさ、性格上的にさ、結構やっぱりお子様の部分があるじゃん。だからまあ今回出たのはシオじゃなくて半身みたいなシオ本人ではないんだろうけれども、まあシオの感情とリンクしている、まあ、分身みたいな形のものが最後に出てきたんですけれども、だから声はあんまり出せないんだよね。だからシオはずっと喋りたいと思うんだけど、でもうんうんって、全てをうんで伝わってるんだろうなっていう、まあ伝わったよね、運だけでね、潮の運っていうあの笑顔で全てがね伝わってきたよね。いやいや、主人公も潮なんじゃないですか。しかも最後こんなに絵写しちゃってさ、俺今度潮のイラスト描いてツイッターにでも載っけようかな。あ、そうだ、ですね、まあちょっと今ここで喋らせていただきますけれども、私の実況で99が始まった時ですね、難易度どうしようかな、
6から始めよっかね。6から、難易度6から、難易度6から99を始めていきたいかなと、今思いました。はい。で、99を始めたらランクインのランク付けがあるじゃないですか。あれをやるかやらないか。俺は別に、なんだろう、やってもやらなくてもいいんだけど、ただやるとなんか、なんだっけ、みんなピース上げたりさ、なんか下がったりするからさ、ランキングがさ、結構はちゃめちゃになってくるわけさ。俺それ一人で、継続してメモって書いてたりして、たまにね、頭がいっぱいになって忘れることとかよくあるんだよね。だから、なんだろう、しっかりランク付けっていうのはできないよな。やっぱり。なんだろうね。まあ、こんな感じでいいなら、みんな、じゃあ、ランク付けしてくださいっていうなら、いたします。はい。お！大人になったなぁ。全部聞こえたよ。離れてても一緒だから。それは反則ですよ、しおさん。また会う日まで、ああ次回作が楽しみ。正直に言う、正直に言う、半泣きね。涙はこぼれてないけど目はうるうるって感じ。おー、シオが使えるようになった。はい、はいはいはい、好きな服、はい。おー、びっくりした。お疲れ様です、アザース。お疲れ様です、アザース。お疲れ様です、アザース。リンドさんに隠れてるけど、アイス。まあね、長引いたね、結構。もうあれかな、なんかアクションできんの？違うな、アクション、違う違う、そうじゃない、違う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 から大丈夫。確かストーリークリアしたらできんだっけ、アクション。お、できた、できたよ、これか。これか。四角を押しながらか。おう、おう、おお。バツは、あー、ダメなんだ、四角か。あ、そうなんだ。ほう、違う。何やってんの、何やってんの。ほら、ケビン、ちゃんと奥までしゃぶるんだよ、ほら。ほら、奥までしゃぶるんだよ、ケビン。ほら、ちゃんとしゃぶりなさい、ほら。上まで上げて、はい、ジョボ。うん。リアルな反応すんな。リアルな反応するんじゃねえ。うん、じゃねえんだよ、お前。どうしたの、にやけてるよ。あー、すいません。あーね、はい。お、14にチャレンジ。わーお。なんか硬いもん。え、何これ、人数オーバー、何ソロゲー。へー、なんかいろいろ出てきてるね。なんか最後にちょろっと一個やっていこうかなと思ってるんですけど、どうしようかな。うん。ドゥルルン、ドゥルルン、ドゥ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 。今何十分撮ってるっけ。これまずやったら俺が無理だよな。99したいのは山々なんだけど、今度な。
どうしよっか、もうみんなお待ちかねだし、もう次から99やります？やります？ 99 次回から。じゃあやりたいって方挙手、コメントで。やりたいですか？やりたいですか？ごめんなさい、どうした？あ、もうバイバイしなきゃいけない？あ、もうバイバイ？もうバイバイ？終わりにしとく？どうする？アレスさん。あらら。じゃあ終わりますか。いや、行きましょう。うん、どうする？どうする？どうする？いいだろう。このメンツでいけんのか？このメンツ、じゃあ、このメンツだと、いや、でも意外とみんな強いからね。意外とみんな強いからね。いけるかな？落ちた。まあ、大丈夫っしょ。ノリノリ！ほい！アレスさん、またね。1位の気まぐれ、ほんと気まぐれだよな。まあ、うちの実況自由だからね。いいよ。レッツゴー。時間ないから。時間ないから。はい、レッツゴー。時間ないから、レッツゴー。イエス。いやー、よかったよかった。そっかー。次回作楽しみだなー。ただなんか、いつも以上には泣かなかった。いや。泣いてないし。いつも泣いてないし。なんでアレスさん、まさか、彼女、夜の営みの、時間がなくなるから的な？なるほどね、アレスさん。やらしいんだからもう。さあさあさあ、行くぜ。行くぜ、ベベーン！ 1 時間以内に収めたいんだけど、この動画的に多分無理だよね。そっち行くの？デレ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 。ケビン随分難しい方行くね。あれパパさんだよね。よし、みんな上手い具合に分かれたぞ。俺はここで戦おう。あぶねえ！ほっ！よいしょ！ふぅー！久々だな、せっちゃん！前、タイマンで負けたからな、せっちゃんにな。今度は勝つ。ほっ！食らったら負けるからね。それをちゃんと回避して。ほい！ほい！で、ウィルスを当てよう。ほいほいほい、あーい、まひった、言ってるそばから。大丈夫、間に合う。後ろに回り込んで、はい、やべ、まひった。これはパないけど間に合う。大丈夫、大丈夫。あ、ほずらに負けるわけがねえだろ。この野郎、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 負ける負ける。ほいほい、うわっ、やべ、これやべ、死んだ。マジか、畜生。ごめんよ、ごめんよ。あー、やべえな。パパさんに二人行って、せっちゃんは11で別れた方がよかったかな。くそ、やべ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 。ふたぐれでやるか。ほい、はい、ここだ。パパさんは俺がやりたい。ダメじゃん、ダメじゃん、ダメじゃん。ふたぐれ打った意味ないじゃん。マジでこの状況で戦うっていうの？ここお前やるな。お前その度胸だけは座ってんな。お前パパさんだけなら俺一人でできたけど。ああ、おお、なんか飛んでる、なんか飛んでる、なんか飛んでる。ほい、
よっ、あぶねえ、あぶねえ、ウェイウェイウェイすまない、俺が足を引っ張っている。その盾かっこいいな。お、俺が盾になった今。うわ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 、すまない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 、やっぱりこれアレスさんがいないと無理なパターンだった。3人で行くべきじゃなかった。覚えてろよ、よいしょ、よいしょ、ほっ、あぶね、よいしょ、ケビンに渡すか、はいはい、よしほっ、くそ、たまごっちが早く倒してこっちにしてくれればいいんだけど、はい、結構これたまごっちにかかってんな、こっちが時間稼ぎしてる間に、やったー、くそ、時間ガン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 、あぶねえ、あぶねえ、うわっ、こいつこいつ、あぶねえ、あ、俺何やってんだ、安全策すぎるだろ、見えねえ見えねえ見えねえ、はいはい、おっ、よいしょ、あぶねえ、大丈夫かケビン、なんでかね、ウイルス当てたいんだよ、あ、死んでた、ほい、いけるな、うわー、うわー、危ねえ、ほい、ほい、ほい、うわー、楽しくねえ、ほいしょ、ガンガン攻めるぞ、攻められてない、むしろ攻められてる、クソ、まだか、これでよし、マジか、無事か、無事か、無事なわけねえだろこの状況、よっしゃ、よいしょ、刺すぞ、あうわっ、バカバカ、あぶね、うわっ、覚えてろよ、ふぅ、サンキュー、はいはい、おい、よっ、あら、やった、たまごっち早くしてくれ、持たない持たない、マジでたまごっち、お前にかかっている、よいしょ、はいはいはい、よし、はい、うわっ、ありがてぇ、サンキュー、あんま食らってねえな、ケツに当てたからな、前足に当てない、うわっ、おい、うわっ、やっぱこいつ俺もらいたいんだけど、下振りやっていい、下振りで、はい、レスピアファンネルで、ダメだ、あいつも来てんな、あかんな、覚えてろよ、ほい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 、スタグレの意味がなくなって、じゃあ、手前でさまざまな私を助けてください、よいしょ、おっとっとっと、ほいほい、よいしょ、ほいほい、前だ、前足すら壊れてねえぞ、よいしょ、よいしょ、セグメント、おお、ナイス、たまごっち、たまごっち早く来るんだ、君にかかっている。救助隊を早く、救助、あーやべえやべえ、羽が生えちまったやつ、あーやばい、やべえの来てる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 、たまごっち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 来た、たまごっち来た、なんか救世主に思えてきたよ、たまごっち、おー、うわ、それかー、おっ、うん、ケビン、ケビン回復、うん、この時は強化だかな、おいおい、よし、オーケー、はい、ナイス、はいはいはい、おいおい、よし、おい、星組に行ったぞ、当たってね、よいしょ、
よし当たるかよっと当たる当たるあんま回復しないな。おいおいおいおっとおい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 よっおおおいおいよっこら逃がすか逃がしたほいいっちゃえ噛み砕け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 しろーああ俺がなんか ガードしに行った気がする体を持ってるよさ痛いはいはい押しちゃおっていいダメージ押しちゃいいダメージよいしょよいしょ噛みつけそりゃまだ取っとくぞほい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 よいしょほいはいほいほいよし壊れた壊れたよいしょ、あ、ケミ避けんな、バック中でおぉまあいいやおぉ、怖えナイスはい、はいワン、ツー、スリー、ファイアいいね、はい、はい、はいよいしょ、大丈夫、吠えただけ、はい、はいはい、今のうち今のうち、あぶつなーな、あらまるけっ死ぬ死ぬ集中してんだか遊んでんだか自分でもわかんねえよ、はいじゃおっと、ケビンうわ、やべおぉほい、当たってねはい、はいバースト状態を渡したあーマジか2連続やっちまったおおタマゴッチがやたら強いぞ99で期待できるぞやつタマゴッチ強えなどうしたのどこでそんなピース上げてきたのやべえタマゴッチやばくないタマゴッチ強えなってちょっとプレッシャーかけようタマゴッチすごいなプレッシャーを与えたよおいしょおいおいあーケビンこ弱くてごめんねいや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 そういう意味で言ったんじゃないさてごめんもうないそこにいてそこいいからはい俺は回復があるからいいやほっよっおーギリ回復おあとちょっとやんタモゴッチやたら強えなうわお大丈夫歩いてよけれる歩いてよけれるよしサンキュー助かったほいおお増えてなかったよいしょはいケビンも強いから大丈夫だからなおお草が邪魔で見えてねいきまーすそれで皆さんご一緒に準備はいいいただきますはい、おいしいですビームレス最高ですおいはい、はい、よいしょーほい、ほいシャキーン素材回収ほい、ほい、ほい、こっちの方が移動あんのそれ悪いなそれ悪いなやるたまったよ、畜生あんやろ、マジで畜生、覚えてるよ、お前くそ今から取り掛かりますねなんだと皆さんに助けてもらえることが本当に嬉しいですお、なんか、いいのゲットしたっぽいぞ
うお、たまごってすげえな。やばいね。99が楽しみですね。ちょっと、今回の、コメントで、ランク付けしてほしいか、してほしくないか、はたまたは任せます。この3つのコメントか、99始めんなら次の回から始めるのか、全部やっぱりミッションコンプしてから99をやるのか。それも皆さんコメントください。よいしょ。でね、この格好が似合っていれば俺このままにしますけど。やっぱりね、俺青色がね、しっくりくるからね。なんか銀色とかだと、なんかすぐ変えちゃったりよくしてたでしょ。あのね、やっぱ青じゃないとしっくり来ないんだ俺。あ、俺もそれ今できんねえな。よろしい。よろしい。おい、オッケー。やっとできたこれ。いやー、よかったね。じゃ行くぜ。行くぜ。この実況は、ケイト、ケビン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 と、ケイト、ケイト、たまごちなんかせえよ、お前。はい。いいよ。この実況、ケイト、ケビンと、たまごちの実況で、お送りいたしました。次からあのポーズでやるからね。このポーズだからね。それでは次回も、いただきます。